大航海時代。大西洋を渡り、新世界に到達したコロンブス。マチュピチュ遺跡。アンデス山麓に属するペルーのウルバンバダニニソイの尾根にある遺跡で、標高2430メートルの高さにある。用途は、未だ明らかでないところもあるが、15世紀に建造されたインカ帝国の技術の高さを反映している。太陽の石。 1479年に、アステカ帝国皇帝アシャヤカトルが現メキシコシティの中央広場の位置に封建したもの。後期ミシシッピー文化。北、アメリカでは1450年代には、カホキア遺跡に見られる巨大建築物マウンドでの祭祀が停滞し、社会が大きく変容した。画像はこの時代に作られた、中空土器の水差しで、 神話状の水中表を表している。香辛料の魅惑。15世紀には、東方との交易路は、オスマン帝国に遮断されることになり、香辛料の供給不足が大きな問題となった。画像は1410年代に描かれた、世界の記述の差し絵で、インドでの故障採集が取り上げられている。エンリケ公開王子。 ポルトガルは東方への航路の開発を推進したが、その中心となったのは、航海王子の名を持つエンリケ王子である。サグレスに設置した王子の村が、航海士の育成に貢献したことはよく知られている。画像は、サンビセンテの祭壇画で成人のすぐ右隣に位置する黒棒で、黒ひげの人物が王子ととされているが、異論もある。インド洋の活況。 東アフリカ沿岸部では、キルワ王国など、イスラム諸王朝が、インド洋航路を保持し、それに伴い、中国のミニアポルトガルの船も姿を現していた。画像は、キルワの大モスクアと、サマルカンド近郊のウルグベク天文台。ティムール朝の君主ウルグベクは、天文学に造形が深く、随時スルターニーのような、精緻な天文表も作成させた。 ビフザード。ティムール朝からサファビー朝のヘラートで活躍した細密画家で、その高知な技術で第二のマニとも呼ばれている。画像はサーディー、カジュエンのユースフとズライファの差し絵。コンスタンティノポリスの陥落。オスマン帝国のメフメト二世の占領により、千年以上続いてきた東ローマ帝国はここに滅亡した。 画像は、ジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタンの歴史が、トゥールーズのオーギュスタン美術館像。ロシア正教会の自立。東ローマ帝国の衰退に伴い、タタールの首引きを出したロシアでは独自の組織が形成され、文化的にも新たな展開が見られた。画像はこの時代を代表する、モスクワ派のイコンで、アンドレール・ブリョフのイタリ製三者。グルンバルトの戦い。 ポーランド・リトアニア連合軍がドイツ機師団を破り、東方植民の動きはここで抑えられた。画像はこの戦いを描いたポーランド人画家、ヤンマテイコの歴史が、正義王、マーチャーシュ。ハプスブルク家に勝って領土の保全に力を尽くし、ルネサンス文化を導入して黄金期の立役者となった、ケン君。画像は、ハンガリー年代記の挿絵に描かれた、正義王。 ヨーロッパの機械式時計。中世末期には、歯車や脱進機の性能が向上し各地に大規模な時計が作られた。画像は、プラハのオルレーと呼ばれる天文時計で1410年頃作成されてから、後世の補修はあるものの今日まで動いているものである。プラハ大学学長、ヤンフスの家系。コンスタンツ公会議の決定により、カトリック教会と、 アイレヌイタンの都として処刑されたが、これが、チェックビトの奮劇を呼び起こすことになった。オルレアンの乙女、ジャンヌ・ダルク。劣勢のフランス軍を鼓舞し百年戦争の終結に大きな役割を果たしたが、魔女裁判で家計に処せられた。画像は15世紀に描かれた、ジャンヌの肖像のミニアチュール。バラ戦争。百年戦争に敗北したイングランドでは続いて、 バラ戦争が起こった。画像は、ヘンリペインの歴史画で、ヨーク公・リチャードが白バラを、サマセット公・エドムンドが赤バラを選んでいる。活版印刷の始まり、ドイツのマインツの技術者、ヨハネス・グーテンベルクの発明が、世界の情報を大きく変革した。画像は、ベルリン国立図書館所像の、グーテンベルク聖書の、創世記。帝国都市、ニュルンベルク。 神聖ローマ皇帝の滞在地として、帝国議会の開催地として、宗教改革が起こるまで、繁栄の時代が続いた。画像は1493年に出版された、ハルトマン・シェーデル、ニュルンベルク年代記の挿絵に描かれた都市ニュルンベルクの長、眺望中世の秋。歴史家ホイジンガはこの題名でこの時代の、ブルゴーニュ公国の歴史を描いた。 画像は、ヤンファンエークの、最小ロランの聖母。ニコラ・ロランはこの国の最小で、背後には、ブルゴーニュのオータンの風景が広がる。フィレンツェ共和国の繁栄。画像は、ブルネレスキの巨大なドーム建築で知られる、花の聖母教会。人文主義者たち。古典古代への憧れが、人文主義を育み、 数多くの学者や著作家を生み出した。画像は、トメニコ・ギルランダ用の神殿のザカリアスに描かれたマルシリオ・フィッチーノ・ラ・人文主義者たち。ボッティチェリの春。メディチケなどの文化支援活動に支えられて、ルネサンス文化が花開いた。画像の中心の女神は、ビトアイの女神ウェヌスで、その周囲を多くの神々が取り囲んでいる。レコンキスタの官僚。 カトリック領王により、イベリア半島のイスラム系王朝支配は終わった。画像は、フランシスコ・プラディリア・オルティスの歴史が、グラナダ征服。サイード朝から、ローディ朝へ。北、インドでは、デリーを中心に、イスラム系王朝が続いた。画像は、デリーのローディーガーデン内にあるサイード朝の君主ムハンマド・シャーの霊廟この公園の敷地には、 ローディ長君主たちの霊病もある。アユタヤーサの発展。スコータヤーサに代わり、タイを支配したアユタヤーサは、神ザブ仏教を保護し、東南アジアでも、有数の国家となっていた。画像は、アユタヤに残るワットプラシーサンペットで、1448年に、ボーロマトライローカナート王により建立された寺院である。マラッカ王国と大公益時代、 中国の民や東南アジア諸国そしてポルトガルを引きつけたのがこの時代随一の孔子国家となったマラッカである。画像はマラッカ王国のスルタンマンスールシャーに使えこの国の黄金時代を支えたマレー人の国民的英雄ハンテュアのブロンズ像。万里の長城モンゴル人を爆北に追い払ってからもその侵入に備え秋には 長城が幾度となく修復、増築を繰り返されていた。画像は1404年に、忍殿、佐古長城と名付けられた長城で、北京市の北東に位置するもの明の英楽三角。西南の辺により良いの県軍帝から帝位を奪うと、東根拠地の北京に定めた。爆北への五度の新星や、 関岸帝和を派遣しての南海大遠征を通じて、明の遺構を周辺諸国に知らしめた結出した君主であった。帝和の南海大遠征。永楽三角は明の国意を示すため、大艦隊をインド洋沿岸に派遣した。画像は、ベンガルから調降されたキリンを描いた、水王キリン図。秋夜の宮廷画家たち。明の初期には宮廷画家が画壇の中心となり、 写実的な高知さを保ちつつ、絢爛で装飾的な画風を確立した。画像は1413年に描かれた、変文心の三遊百金図。人選の地。民は、人相公広島角と続く戦争戦特定の時代に安定期を迎えた。画像は、民の戦争戦特定の入場を描いたもの。万国診療の鐘。 1458年に琉球王国の章安久王が鋳造させた釣り金で収集をもって万国の神領となすと刻まれた名文は海洋国家琉球の気概を示すものとして名高い。現在は沖縄県立博物館、美術館に展示されている。除雪、表年図。前週の流入は五三文学や 白雷動物などを通じて、室町時代の文化に大きな影響を与えた。この表年図も、将軍、足利義持の命で描かれた水墨画で、数多くの前奏の画算が付けられている。京都明神寺達中大蔵院の所蔵、万人恐怖。くじ引きにより六大将軍に選ばれた足利義則は、強権的な政治を行い、万人恐怖と恐怖された。 しかし、それが、アダとなって、赤松光助によるカッの乱で非合の死を迎えることになる。画像は、愛知県明光寺にある将軍、吉典の肖像画。自称寺銀閣。室町将軍、足利義政は、応仁の乱を引き起こすなど、政治的裁格にかけたが、東山山荘に陰性して、わびさびの文化を極めた。応仁の乱。 将軍後継をめぐる守護大名の争いで、京都の町は、焦土と化した。以後足利将軍の権威は衰え下国上の時代へと、進むことになる。画像は、応仁の乱を描いた、資本着色新女道演技。枯山水の庭。応仁の乱で東軍の総帥を務めた官僚、細川勝本は深く禅宗に消えし、1450年に、 京都北西絹笠山山のに創建したのが、両安寺である。この法上庭園は、禅の思想に基づくもので、1500年頃までに、現在の形になったと伝える。15世紀とは、西暦1401年から西暦1500年までの100年間を、指す世紀。ヨーロッパでは1453年、オスマン帝国により東ローマ帝国が滅ぼされ、 古代から続いてきたローマ帝国は完全に滅亡した。オスマン帝国の勢力が拡大し地中海の交易を支配すると、15世紀中頃から新たな交易ルートの開拓を目指して、ポルトガル・スペインを中心に航海ブームが起き、大航海時代に突入した。1492年、クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸に到達すると大きな転機となり、 ヨーロッパ諸国はしのぎを削って、新大陸への進出を開始することとなる。またフィレンツェミラノ・ベネツィア・ローマ・ナポリの連携によるローディの和訳は、イタリア半島の安定をもたらし、哲学、科学、芸術などにおけるルネサンス文化は、各地で発展が見られた。その影響は、アルプスイ北の西ヨーロッパ諸国にも及び、北方ルネサンスが形成された。石炭が、 エネルギー源、暖房用として大変重要になった。室町時代の中期にあたる。応仁の乱、または明王の政変以後は戦国時代に区分される場合もある。戦国時代には室町幕府権力の著しい低下、幕府と守護の体制の崩壊などにより、戦国大名の乱立が起き全国動乱の時代に突入した。この動乱は、 1> 約1世紀にわたり続くことになる。フランス・フランドル・イングランド神聖ローマ帝国、ローマ教皇、イタリア・イベリア半島東ローマ帝国東欧ロシア、名を起こしモンゴル挑戦。ありがとうございます。